シャニダール洞窟はイラク北部のクルディスタン地域にある高校遺跡。洞窟内部から3万5千年前から6万5千年前にかけてのネアンデルタール人の人骨10体が発見されたことで知られている。当地で発掘されたシャニダール1号とシャニダール4号はネアンデルタール人のうち最も知られた個体である。シャニダール1号は生涯を通じて 複数の傷を負いながら、おそらくは仲間たちの治療によって生き延びた。シャニガール4号の周囲の土壌からは、花粉が発見されたが、それが、葬儀の存在によるものか、動物の活動の結果によるものかは、議論がある。この遺跡は、アルビール県のザグロス山脈中、ダイザブ川の近くに位置する。また、この洞窟には、ネアンデルタール人より、 時代の下る先時新石器時代への墓地もあり、そのうちの一つは1万600年前のもので、35人が葬られている。洞窟内部この遺跡では、10体のネアンデルタール人の遺骨がムスティエ文化の地層から発見されている。この層からはまた、戦闘機、サイドスクレーパー、白片など数百点の石器や、パサンやギリシャリクガメといった動物の骨が見つかっている。 シャニダール1号からシャニダール9号までの最初の球体は1957年から1961年にかけてラルフ・ソレッキとコロンビア大学からのチームによって発掘された。シャニダール3号人骨はスミソニアン博物館が所有している。その他はイラクで保有されていたが、おそらくは2003年のイラク戦争時の略奪によって失われスミソニアン博物館に イガタモデルが残るのみとなっている。2006年、スミソニアン博物館に所蔵されていた、シャニダール洞窟湿土の動物の骨を整理していた、メリンダジーダーは、10体目となる、ネアンデルタール人の下肢と足の骨を発見した。これは、シャニダール10号と呼ばれている。発見された人骨シャニダール1号は、高齢のネアンデルタール人男性で、発掘者からは、ナンディという名で呼ばれた。 彼の年齢は40歳から50歳の間で、ネアンデルタール人としては十分に高齢であり、深刻な変形の印が見られた。彼は洞窟から発見された4体の十分完全な骨格の一つであるが、外傷性の異常を負っており、日常生活を痛みに満ちたものにしたであろう、消耗を示していた。彼は人生のいずれかの時点で顔面の左側に激しい打撃を受け、 左眼下を粉砕骨折した。これは片目の部分的なあるいは完全な盲目をもたらしたであろう。彼の右腕は数箇所にわたって骨折と治癒の痕跡があり、さらには下腕と手が失われていた。これは先天性のもの、小児期の疾患や外傷によるもの、成長後の切断によるもののいずれかであると考えられている。腕は治癒していたが、負傷は 彼の右半身に麻痺をもたらしたらしく、彼の歌詞と足の変形につながった。歩行は足を引きずるものとなり、顕著に痛みを伴ったであろう。死に至るまでの長い生涯に受けたこれらの傷は、すべて広範な治癒を示している。このことから、ネアンデルタール人たちは、病人や高齢者の世話をし、集団の中で気遣ったという推測も行われている。ただし、外傷と治癒の双方を示す。 ネアンデルタール人人骨は、シャニダール1号がすべて考古資料において唯一の事例である。シャニダール2号は、成人男性で、彼の頭蓋骨と骨が粉砕されていることから、明らかに洞窟内で、岩が崩落して死んだのであろうと考えられている。彼の埋葬地点の上にはチャートから作られた小さな石積みがあり、また、埋葬地には大きな焚き火の跡があったことから、 葬儀によって見送られた証拠とされる。シャニダール3号は40歳から50歳の成人男性で、シャニダール1号及び2号と同じ墓穴から見つかった。左大急肋骨を損傷しており、このことは先端の尖った道具による刺し傷からの合併症で死亡したことを示唆している。傷の周りの骨の成長からは、シャニダール3号が物体を体内に埋め込んだまま、 傷後少なくとも数週間は生存していたことが示されている。傷の角度は、これが自己刑罰でないならば、他者による意図的もしくは偶発的な一つと一致している。近年の研究では、傷が長距離射撃によるものである可能性も示唆されている。同時期に、西アジアに存在した初期のホモサピエンスはおそらく射撃武器を用いており、 種の間の抗争が引き起こされたという見解もある。化石に残る人類の記録の上で、個人関内史は生物種の間の暴力の最初の例である可能性があり、ネアンデルタール人の中で唯一の事例である。また、シャニダール3号は足の骨折や念座から生じる対抗変性関節疾患を患っていた。これは痛みをもたらし、 動きは限られたものとなったであろう。シャニダール3号人骨はワシントン DC にある国立自然史博物館のホール・オブ・ヒューマン・オリジンズに展示されている。シャニダール4号は30歳から45歳の成人男性である。1960年、ソレッキによって発見された際には、左側を下にして部分的に胎児のような姿勢で葬られていた。 シャニガール4号は長年にわたり、ネアンデルタール人が埋葬のための儀式を行ったことの強力な証拠を示していると考えられてきた。人骨の周りから土壌サンプルを採取することは、所定の作業であり、花粉を分析することによって遺跡の古気候と植生の歴史を再構築するためのものであり、分析は発見後8年経ってから行われた。土壌サンプルのうち特に2つからは、 遺跡で見つかった通常の花粉に加えて花粉の完全な塊が発見され、しかもそれは皮脂植物全体が墓穴の中に持ち込まれたことを示唆していた。さらに花の種類を検討したところ特定の薬効成分のために花が選ばれた可能性が示唆された。花粉の中に含まれていた西洋の小切り草、ヤグルマ肉、バーチェラー、S ボタンズ、ストリート、バーナビー、 エッシスル、キオン族、ムスカリ、ジョイントパインワウッディ、ホーステイル、タチアオイ族は、いずれも利尿薬、精神刺激薬、修練作用薬、抗炎症薬として、古くから、その治療効果が知られてきた植物であった。このことから、彼はおそらくシャーマンであり、シャニダールのネアンデルタール人の間で獣位としての役割を務めていたのではないかという推測も行われた。しかしながら、 近年は花粉が動物によって墓穴に持ち込まれたことを示唆する研究も現れている。付近にはペルシャスナネズミをはじめとする砂ネズミ類の巣穴がいくつも発見されており、これら砂ネズミは巣穴に種子や花を大量に保存することが知られている。このことは洞窟内の他の人骨の埋葬には同様の儀礼的な扱いが欠如していることについて、 シャニダール4号の埋葬状況が文化的な起源に基づくのではなく自然に由来するものであるという主張の論拠に用いられている。ポール・ B ・ペティットは花が意図的に置かれたものだという説はもはや説得力を失っていると述べ、墓穴の掘られた地層の微小動物賞の調査からは穴を掘るペルシャスナネズミの活動によって花粉が集積されたと示唆される。シャニダールにおいてありふれた。 微小動物賞の活動であり、現在も観察することができるとしている。ありがとうございます。